日本語コンテッペイ。日本,ペイ日本語コンテッペイ。子供と一緒に宇宙から言ってます。日本語コンテッペイの時間ですね、皆さん元気ですか。えー、今日は。人間の。死に。ついて。はいはいはい。この年末年始の。あの、どちらかといえば。 あの楽しい時期にあの人間の死について話すポッドキャストあれなんかこうチリチリとしたノイズがやっぱりあれあの人間の死について話すとか言ってるからポルタガイストのようになんかこう霊みたいなものが読んできあの。 来たかなあの集まってきたかなそんなことないですあの大丈夫ですよ皆さん、あのー、心配しないでください <laughs> 怖い話をするわけではないですからねはいまあ、ちょっと哲学的な問いですよね人間はいつ死ぬのかっていうねまああのー、人が死ぬっていうのはまあ当然ですよね、はい、僕の知っている人はほとんど あの死んでるまあ知ってる人がほとんど死んでるわけじゃなくて例えばまあ100歳以上まで生きた人っていうのはあの、まあ、実は近所にいるんですけどね僕の両親の実家の近所にまだ生きてるおばあちゃんがいますあの素晴らしいことですねまだ生きてるというのその悪いことじゃなくてね本当にすごい人がいてまあまあでももうほとんど何て言うかなまあ その人の顔とかかわらないんですよだからもう110歳ぐらいなのかなまだ生きてるらしいですただその近所には住んでないもう住んでません病院みたいなところで生きているはいまあ子供もみんな死んでしまったしねあの子供がもう80歳とかで死にますよねそしておばあちゃんはもう100 110歳に近い105歳何歳か何っって言って言たかなまだ生きているらしいですね。子供ももういないしね子供の方が先に死んでしまったしあのなんかだって僕が子供の時にもうそのおばあちゃんおばあちゃんでしたからねもう80歳ぐらいのおばあちゃんだったはずなんですけどそれから30年経ってまだね<え>まだまだ生きているすごいな。 ほんとに僕が小さい子供の時にねだから35年ぐらい前にそのおばあちゃんももう70代のおばあちゃんって感じだったけどまだまだまだ生きているってすごいですよねでもまあほとんどの人はですよほとんどの人はやっぱりまあ早い人は70歳とかね80歳とか90歳いや違うの早い人はもっと早いな早い人はもう50歳 60歳それぐらいいで死ぬ人もいる僕の友達のお父さんも、えー、1年前に亡くなってまだ63歳ぐらいだったかな,な65歳ぐらいだったかな。はいまあ、とにかくねとにかくですよとにかく、あのー、まあいつかみんな死ぬんですよ、ね <laughs> なんかすすす、ね、すごごいいい重重テテーーママででよねねくちょっと,ちょっとあの少しでもなんかこう面白い話をしないと重すぎるなと思うけど死について面白い話っていうのがまあ言えるのかなまあまあ一つ断っていくとあの僕の家族が最近死んだわけではないのであのそういうインスピレーションじゃないですからまあもうでもねこれを聞いてる人の中にはあの近い人が最近亡くなった人はいるでしょうね。たくさんの人が聞いてるから の場合は本当にあの冗談じゃない本当にこうやっぱり人間の死ほど人間の死身近な人間の死ほど悲しいものはあの人生にないでしょうね。まあ、とにかくあの身近じゃない人だとしてもねやっぱりあの今年もたくさんの人が亡くなりました僕は音楽が好きであの結構いろいろなバンドとか。 ね、ミュージシャンとかを聴き続けてるんですけど僕は好きなミュージシャンも今年何人も亡くなりましたね12月の本当にあの12月になってあの悪いニュースがありましたね、えー、一人のミュージシャンあの、まあ、千葉千葉さんという人ね千葉悠介さんという人が、えー、亡くなって僕は結構好きな、えー、ミュージシャンで。 いいろいろなバンドをやってましたね彼がやっていたバンドはあの有名なバンドはザ・ミッシェル・ガン・エレファントというバンドそしてもう一つザ・バースデーというバンド他にもいろいろなこれあのプロジェクトがあってでも長い時間やってたののはそ二つですよ、ね、でまあミッシェル・ガン・エレファントは僕は僕があの高校生の時にたくさん聴いてた。であの。 ザ・バースデーは本当には本当に最近もよく聞いてて実はあの、まあ、パトレオンとかコフィーであの僕があのちょっと変な小説書いてたでしょう <laughs> 変な小説、まあ、自分のだから変な小説と言いますがあの子ども広場で捕まえてっていうあのホールデンという主人公が日本に来て。 えー、なんかなんかハードボイルドなハードボイルドなのか何なのかよく分かんない小説になってしまいましたが、まあ、途中で終わりました途中で終わった雷に打たれたみたいなよく分かんないですね、まあ、とにかくあのんかこう物語を書く時って自分が書いてるんですけど 自分が書いいいてなななみたいな感じになりますねだから本当に主人公が勝手にあんなことをしたような感じですけどまあとにかくそれを書いてた時にあの僕はザ・バーースデをよよく聞いてたんですよねだから実はあの本当に最近まで好きなバンドの一つだったんですけどしかもどの曲が好きとかどのアルバムが好きとかそういう感じじゃなくて彼の歌う 歌だっったたら何ででもよかったんですよね僕はその千葉雄介さんという人が歌う歌だったら作る曲だったら何でもよかったんですだからずっと聴きたかったなーって思いますねそして残念だな,なんかずっと新しい曲出してほしかったなーって思いますねそれぐらい残念彼は55歳でしたまあでも というにはまだ時間が早いんですけど。でも彼が残した。あのたくさんの曲たちはあの僕たちはこれからも聴き続ける聴き続けることができるんですけど、なんかね。最近あの聞くとやっぱりちょっとんん、まあ。なんか、やっぱりちょっと悲しさが出てきて、ちょっとストップしますよね。はい、ちょっとストップして他の曲を聴きたくなったり聞いたりしますよね。 やっっぱちょっと悲しいなんかおやっぱりなんかこううんまあ今聞いている今今死んだ人ですからねちょっとあまりにそのインパクトが大きすぎてやっぱり僕みたいな面直接ね会ったことはない人だけどやっぱりちょっとまあなんかこう今はなんか気 聞いたらかっこいいと思うけど、なんか残念な気持ちの方が強くなってしまいますよね。あ、もう新しい曲聞けないんだなって。でもね、あのやっぱりしばらく経てばね。あのしばらく経てばっていうか。まあそのこれからも彼の曲は残り続けるわけで。あの？ みんなが聞き続けるわけでで、これからもなんかこう。新しい人とかが聞き続け始めたりするわけですよ。もしかしたら僕の子供が中学生ぐらいになったら聞き始めるかもしれないですね。で、その時に実はその人が生きているか、生きていないかはそんなにあのー、まあ、関係ないというとあれですけど。例えばですよ。僕がね。僕があのー。 高校生大学生の時に大好きだったバンドがあのニルバーナーですよねでえ僕がニルバーナー聴き始めた時実はもうカードコインは死んでましたもうなくなってたなくなった後ですでも僕は全然それを気にしてなかったですよねで ジミー・ヘンドリックスもそうだしザ・ドアーズもそうだしあのほとんど僕があの大学生の時に好きになったバンドやミュージシャンたちってもう死んでたんですよ。でもなんか死んでたけど全然気にしなかったっていうかむしろ聴きながらなんか本当に生きてる感じがしたんですよね。なんか死んでる生きてるいやそんなの関係ないみたいなね。それぐらいあの ななんていうかな生きてた生きてる今でも生きている作品を聞けばなんか本当にあに生きてるんですよ声を張り上げてるわけですよねそこで演奏してるわけですよしかもねそれが例えばあのまあ例えばですよ例えば Spotify とかでこのアルバムを 再再生します曲を再生ししまますす曲をよねでその時に曲を聴くでしょ聴いた時あのそのもちろんねその曲は何年何十年も前のある日にどこかのスタジオで、えー、レコーディングされた1回だけのテイクなんですよね。まあ 曲によってはね、いくつかのテイクをそのあのまあそのミックスしてエディットして作る作るんですけどまあほとんどの場合はねほとんどの場合はその1週間ぐらいの間に撮られたテイクたちをまあミックスして作り上げるだからまあ基本的にはその部分その一つなんですよね。 でも聞いてるとまるでそれが毎回毎回僕がプレイボタンを押してその目の前で歌ってくれているように感じられるんですよねだから本当に生きているみたいな感じがするんですよ、ね。なんかこう作品が残っていれば。 それはそまあある意味本当に生きているのと同じように感じられますよねその人がもう亡くなったとしてもねだから死ぬってどういうこと人間が死ぬというのはこの情報情報ですよねある意味情報が残ってるわけで情報がビビッドに残っている場合死んでいるか生きているかっていうのがなかなかこうまあ はっきりしないこれはいいことなのか悪いことなのかよくわからないまあ両方でしょうね。でもまあ千葉さんとかほ、まあ、他にもあの今年亡くなったアーティストとかいろんなあの有名な人たちいますよね。でかなりアクティブに作品を出してたりライブをやっていた人がいなくなると本当になんかこう。 あの死というのを感じるんですが例えばですよ例えばあのもう長い間もうリタイアして長い間、えー、新しい音楽とかを作ってない人が80歳とか90歳で亡くなったとしてなんかそれはあのその音楽を例えば20代の時に彼が作った音楽を聴く時になんかその。 どういうい影響があるかなまあその人はもちろん生きていいいるるかかか死んでるかももななよような人もいますよね。あのミュージシャンは今生きているのか死んでいるのか誰も分からないみたいな、まあ、そういう人もいますよね。でそういう人がまあ生きてい,ていたとしても死んでいったとしてもまあそんなには変わらない <laughs> まあ変わらないというのはもちろん家族にとっては変わるけどファンとしてはなんか変わらないというか。 な何を僕は言ってるかというとそのやっぱりこう何て言うかな今まで以上に作品みたいなものとか YouTube とかのこうライブとかいろいろ,ないろいろなものが残り続けている社会の中で死ぬとはどういうことになっているんだろうかということですよね。 もちろん僕のおじいちゃんみたいに僕のおじいちゃん YouTube もやってなかったしポッドキャストもやってなかったし音楽も残してないし何も残してないんですよ。本当に残ったものっていうのはいくつかのなんか手紙みたいなものとあの写真だけなんですけどそういう場合はなんかこう本当に死んだな亡くなったなって感じがするんですけどなんかそのだからジョン・レンノンですよね。ジョン・レノンレは最近 歌を出したしたね <laughs> そんなことがありえるプロモーションビデオミュージックビデオに出てますよねでああいうのを見た時に、まあ、もちろん家族たちはね家族たちはもう彼の死というのもも,もちろんあの現実のものとしてねもちろんこうあの考えてるんですけどだって家に帰ってもいないわけだから でも僕たちあのいわゆるファンというかねそのリスナーというかまあ一般の人たちにとってその関係性ですよねこれが続いていくんですよねミュージシャンが死んだ後とも続いていくんですよ。なんか嬉しいけどまあそのこうやって人間は生き続けるんだなっていう感じがしますよね。 人がこうやって生き続けた時に人の死というのはどういうことなんだろうと僕もいつか死にますよね僕もいつか死ぬでも僕は死んだ後でまあポッドキャストを聞き始める人もいるかもしれないそして「え日本語コンテッペのテッペってあのもう20年ぐらい前に死んでんだよ」とか言っても「あそうでもまあ別に俺は関係ない楽しいから聞き続けるよ」みたいな。 あのリスナーが出てきてきそう考えると面白いですよね。ななんか生きてるみたいな、ね、むしろこれからねまあ最近何回も話したように例えば僕の声をあのデータとして集めて AI にあの新しいポッドキャストを次から次に作らせ続ける、まあ、そういうプロジェクトが始まった場合もはや生きているのか死んでいるのかそんなにあの。 分からなくなくって「いや僕あの AI じゃないっすよ」みたいな「生きてますよ本当は」みたいなことを AI が作り出したりして聞いてる人はいやなんか死んだっていうのは嘘なんじゃないのみたいな「<laughs> 本当は死んでないでしょ」みたいな「てっぺいさん、あのー、元気ですか?」みたいなメッセージをくれて僕が「元気ですよ」とか答えたりして「やっぱり生きてんじゃん今度東京にやった行ったら会いたいです」とか言ってね。 い実際あのなんか新宿駅とかにいたら来ない AI が嘘をついたわけですよねもしくは AI があの僕に似た人にあのアルバイト代を払って行かせるかもしれないねああどうもこんにちはみたいな <laughs> ちょっと怖いねそれは <laughs> それは怖いそこまではダメですよそこまでやっちゃね嘘だからでもまあどうなのかななんかこう それはユートピアなのかディストピアなのかもう分かんなくなってきたな。うん、まあでもとにかく、とにかくですよ。まあ今の段階では人は死ぬ。で死んだ時に残っていく作品とかね、そういうのをやっぱりこう、愛し続けるんでしょうね、人々は。 今までのたくさんの人間が作ったものたちをあの愛し続けてますからね僕たちは同じように、えー、その素晴らしいものを残した人っていうのはこれからの時代を超えてね愛,愛し愛されていくんだなと思います、うん、まあなんか仕方ないと分かっていながらもやっぱり悲しいですよね人が死っていうのはね本当に。 直接関係がある人はもちろんでも直接関係がない人にとっても何かこううな、ね、でもそう思ってもらえるってことはやっぱり幸せといえば幸せですよね。代わりの人人がいないなだっ,たっていうことはかなり大きいですよね。家族にとってはねもちろんそのどんな家族であれ代わりの人はいないだろうしどんな友達あれ代わりの人はいないでしょうけど。 ミュージシャンとかっていうと本当にやっぱりこう本当に変わりのない人とまあ似たようなものを作る人っていうのもいるわけでまあその場合はねやっぱりこうユニークなものをやった方がいいんじゃないのかなとは思いますよね。替えがきかない。でもその場合悲しみはやっぱり大きくなるもったいないもっと長生きしてもっといろいろ作ってほしかったライブ行きたかったなとか。 とにかく、えー、死について話したんですけど僕たちは生きる生き続けるわけで、えー、死について話して生きる喜びを感じてくださいというわけでじゃあちの明日のレンまたねまたねまたね。またねまたね